はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は、信長の野望革新ですね、続きをやっていきたいと思います。でちょっとロケ案したらですね、岩村城にもう大軍が押し寄せてくる、武田軍の。これがなかなか防ぎきれないので、今回ちょっと思い切った策を、行っていきたいなというふうに思っています。じゃあ何っていうところなんですけど、まず岩村城の防衛最優先というところで人をね動かしていきます。あと軍団も再編します。一時的にまず小谷を直轄に組み入れて、一条谷から人を引き抜きます。誰を引き抜くかというと重春、つまり半兵衛です。とにかく人がいなくて困ってるんで、半兵衛出払ってるか。そうなると氏里でもいいかな。で、あと御所、ここ人が今いないんですが、人を急いで集めます。さらに、探索は秀吉に行わせ、軍事は歩兵を行わせます。さらにというところで、外政で協定、これは機内の黒人衆、これ藤高に口説き落とさせる。で、あと藤高なんですけど、すぐ裏切り始めるんで、こいつ裏切られないようにしっかり物を進呈する。藤高には進呈で、さらに技術はね、鉄砲で火薬改良すると信長使っちゃうんですけど、これ信長いなくなるとかなりきついんで、一旦見送ります。それほどピンチです。で、キヨスも人いないからな。来たね、武田軍が来るんで、この武田軍をどうかわすかなんですけど、さてさて困りましたね。岐阜城からは軍事出陣で利家出陣させます。ちょっと数が5000しか出せないのは、フルフルで出すとこの姉小路がね岐阜に攻め込んでくるんで、それはそれでまたきついというところなんですよね。で、オダニーにはまだ人が入っていない、しょうがないね。で、御所からはまずは軍事輸送で、兵力、鉄砲、この辺りを全部岩村城へ輸送、岩村城の防衛を強化します。で、さらに五条に関して言うと調達ができるので、もう鉄砲を常に調達します。で、機内の黒人衆は藤高に任しておけば本の字でしょうということで問題ないね。で、外政で貿易は今行っているものの、ちょっと変えます。で、兵の数が足りないので観音寺からも軍事出陣、信長自ら出る。鉄砲数3000でいい。これで岩村城の防衛に回りましょう。まあちょっとね、兵糧が心配でしたけど、ちょうどいい感じで秋の収穫を迎えたのでよしですね。で、さらに小谷からも出陣。兵6000を率いて岩村城へ急行。本当はね、深市城からは騎馬隊出したかったんですけど、
ここは今騎馬隊輸送中なんで足軽で頑張ってもらうしかない。ただ槍の又左衛門もいるんでね、しっかりここは敵を格好撃破していきましょう。豊洋はろくなやついないでいいんだよね。足利とかいらないし、停戦も今武田停戦に応じる様子はないので、このまま守りに徹するしかないので守りましょう。さすが刑事よ、槍を持たせてもしっかり働いてくれるな。欲しい絵は槍突撃まで我慢しましょう。よし、欲しい絵の槍突撃。まあ槍の又左衛門って言われるぐらいだからな、しっかりここは倒しきってもらおう。さすが雪たかよ。東道高虎、これはすごいね、知力95、政治93。まあちょっとね、武勇統率は微妙ですけど、まあこの辺りはどうにでもなるので、又左衛門の槍突撃。いやー雪たか強いね、やっぱり頭一つ抜けてるな。ただ目標をここに来て信豊隊に集中しよう。又左衛門の槍でとどめを刺す。氏郷も槍、もうこの辺りはね安定した力ありますからね。さあ目標を雪高に絞って、雪高の追撃に当たろう。さあ撤退だ。信長は一旦深志城まで戻ります。利家は岐阜に戻して、氏郷も一旦小谷に戻します。で刑事は深志に戻って傷を、岩村城に戻って傷を癒すと。敵は撤退していったので、一旦そしたら信長も観音寺に戻りましょう。で冬の今のうちに軍事で歩兵、さらに探索もしておく。外政はとりあえずはいいかな。画像を望むか。まあ不満持ってるやつらが離反したりするときついんで、優秀な武将を中心に加増はしましょう。
まあ、ただどうでもいい武将にあんまり過剰にね、金を与えてもしょうがないので、稼働するのは本当に使える武将だけ、嫌なやつは出ていけと、まあそういうことですね。森綱が早速裏切りやがったか。そしたら五将に関しては一旦編成で方針、五将は信忠に任せようか。で信兼に再び、いやー違うな、信忠にまたちょっとここを任せましょう、織田にね。だいぶあれだね、すり減ったね、兵糧がこの時期にして早くも。となるともう早い段階で兵糧買っといた方がいいな。金ならいくらでもある。岩村城がしっかり防衛できる力があれば、筒井家攻略に軍を割きましょうか、兵を。信長がまず関東に戻ってきたら技術開発で、錦銃だか、なんか改良銃だかを入れちゃいましょうか。武田よりの返還の使者。さあ、金をもらおうか。雪高か、5万2000か。ありがたいね。まあ、雪高このままこちらになびくとも思えないので、金を受け取りましょう。そしたら技術ですね。おー、いいね。鉄砲の攻撃力プラス6。これマジででかいぞ。やろう。で、あとは、これに合わせてというわけではないんですが、岩村城は2万の兵で守っているので大丈夫でしょうとなると、軍団として方針ですね。信兼の軍団の攻略目標は、ズバリ筒井家。ここを攻略。で、信忠はというと、姉小路、邪魔くさいので攻略してもらいます。で、これに合わせて信長の本軍も動くという流れを想定してます。お、亀山城から早速軍が動いたね。早いね。そうすると、畿内の黒人衆に拠点攻撃。筒井城。これを攻略してもらう。で、観音寺からは信長自ら出陣しましょう。いやー、信長いないんだ。となると、まあ、秀吉だろう。普通に考えて。その数6000。これを、一挙に筒井殲滅。筒井から停戦の使者、合わない。大崎家か、だいぶ北から来たね。お、利休だな。さあ、利休からはじゃあ金はあるので買っとこう。それはそれとしてだ。今思ったのが売買で兵糧購入、これやっときましょう。で、さらに、やっておくとしたら、協定だね。まあ、なんといっても取引ができなくなっちゃうんで、まあ、あんまり数がいても微妙だと思うんですけど、いなさすぎたらいなさすぎたで困っちゃうんで、ある程度商人との協定は維持しておきたいですね。どうせなんか、よこせとか言ってくるんでしょ？紙で十分だ。コロクがさ、こういうあの交渉をやってるイメージないけど。
お、斎藤義達隊が脇からやってきやがったな。槍車って何？槍車。強いね。つついても。秀吉の言葉がイカれてんな。敵の城完全に包囲しました。変換の使者。さあ次は誰だ。沼田。いやー金5万か。すーげーありがてえわ。なんなのこのビジネスっていうぐらいすげーありがたい。これによって兵糧を買って戦争ができる。じゃあ秀吉はもういなくてもいいんじゃないのって感じするけどね。秀吉は観音寺に戻しましょう。よし、筒井城制圧したね。筒井城は任せるよ信兼に。あ、信兼になってるね。そしたら信兼の攻撃方針をさてどこにするかだな。まあ普通に考えたら邪魔くさい三好家かな。お、武田からの返還の使者。すげえビジネスだなこれ。本当に金がどんどん入ってくるな。金に困る気が一切しない。こうなってくると一気にあれだね。姉小路家攻略できるんじゃないかっていう気になるね。お、ちょっと見えないところだけど、長松が左近の豊に成功したって出てるね、画面の上に。左上ですね。これもでかいよね。そしたら、ま、今夏なのでこういう時に防衛しときたいけど、もうすでに防衛してくれてると OK だ。やるな。あとはじゃあ討伐で画像左近みたいな優秀なやつにもね早々にあげたいからね。武田からの返還の使者。さあまた金だ。金をよこしたまえ。何なんだこのビジネスマジで。すげえ金になるんだけど。この金で兵糧や武器防具を買う。いや、毛利がむちゃくちゃ進出してきてんな、こうやって見ると。マジか。うわ、毛利がいつの間にかむちゃくちゃでかくなってる。完全に油断してたな。毛利武田が猛威を振るってるね。ちょっと見ないうちに。これ毛利との決戦なのか、武田との決戦なのか。まさかまさか毛利がここまででかくなってるとは。ただ毛利の方が戦いやすい気はしますけどね。そしたら毛利に対して宣戦布告する前にやれることをやっておきたいというのもあるんですが、堺抑えられてるんだな。岸和田城これ横取りしたい。筒井城に3万の軍が入ってるけど、これは横取りだ。完全なる横取り。
岸和田城の横取り作戦に出る。そして軍団編成で一旦筒井城を召し上げる。こちらに入れておいて狙うはズバリ蛍光色。きた、蛍光色でかいわ。これで兵糧の消耗がねだいぶマシになりますんで。じゃあオランダ人は次乱歩いか、これはいいな。まずは元春を撃破して岸和田城の横取りだ。こんなに早く元春と刃を交えることになるとは。何、さすが元春だな。しっかり防いでくるね。この辺りは天子勝久か、まあ、大した武将じゃないけど、まあ、どうでもいいので一応雇い入れておきましょう。強いね、シールド持ちか。シールド強い。殲滅せよ。まだまだ。いや強いね。お、鉄砲は効くね。でも元張りに成りまさやるね。そして岸和田城を奪い取る。横取り作戦成功したな。このまま酒井もいただこう。鉄砲の話ですね。コロク、これ三段打ちの話だな。三段構え、いいね。三段構え、城門を突破しました。くらえ、乗れ。思い知るがよい。てくれたな。ついてついて。さあこれで決まるね。敵将捕らえたり。さてと、そうすると一気に堺まで攻略したくなる。堺は抑えておきたい、なんとしてもね。北畠智則も含めて3万の軍勢で堺を攻略することはできるんじゃないか。城門を突破しました。打ち抜け。いやー、一気に早打ち三段打ちでほぼ兵を全滅させたな。鉄砲の威力マジで異常だな。むちゃくちゃ強いね鉄砲。これで一気に武田軍、毛利軍の機先を制したんじゃないか。だいぶ勢力も広げたしね。岸和田、酒井と取って。
ではちょっとね時間長くなりましたので、今回はここまでにさせていただいて、まあ堺には秀吉、岸和田にも強力な武将を置いて対毛利の抑えという形にしていければいいかなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。